第八分科会主査浜地正和君、はい、第八分科会についてご報告申し上げます。本分科会は国土交通省所管について審査を行いました。詳細につきましては会議録に譲ることといたしますが、その主な質疑事項は新型コロナウイルス感染症による影響を受けた観光関連事業者への支援策、航空業界の経営状況及び支援策、住宅の断熱性能向上、東京外環環状道路トンネル工事付近で発生した陥没事故への対応、地方自治体の公共工事の契約における公平性の確保、豪雨災害の頻発化を踏まえた治水対策の重要性等であります。以上ご報告申し上げます。以上をもちまして各分科会主査の報告は終了をいたしました。次回は広報をもってお知らせをすることとし、本日はこれにて散会をいたします。